工藤さん、今回日本の政治に関する緊急アンケートを実施したようなんですが、その、結果とかはどうなっているでしょうか。ですね、このさっき の僕たちのミニポピュラスの議論するにあたってね、僕たちは今緊急のアンケートやったんですよ。それで学者さんとかですね、経済界の人とかメディアの人たち200人ぐらいが回答していただいたんですが、やっぱり日本の政治に対してね、皆さんどう思ってるかってことをそっちが聞きたかったんですね。やっぱり予想通りっていうか、やっぱりここまでひどいのかなと思ったんですけど、ほとんどの人は日本の政治は非常にまずいというふうに思ってました。つまりその日本政治がですね、やっぱり今日本が抱えている課題の解決に向けて全く取り組んでない、また先送りしてるっていうことを9割ぐらいの人がそう思ってるわけですね。でやっぱりそれだけじゃなくて、日本の政治がやっぱりポピュリズムの傾向が出てまして、やっぱりその人気取りっていうか選挙を意識した動きだけになってしまっていると。政治がやっぱり有権者にその自分たち の負担とかサービスと負担という問題をきちっと語ってないと、そういうことがやっぱりきちっと出てるんですね。でそれと僕もちょっと非常に面白かったのとか気になったのはですね、日本 その将来に向けて海外のメディアがね、今年の正月以降ですね、やっぱりいろんな特集があってまして、特にエコノミスト、ロンドンエコノミストが日本の将来はですね、やっぱり良くないと、日本の政治がねやっぱりの失敗というのが日本の将来を見えにくくしているということで、ジャペインという言葉を作ってやってたんですけど、じゃあその皆さんに聞いてみたんですね。日本の将来本当にこのまま世界が孤立してしまうのか、二等国になってしまうのかと意見が分かれまして、やっぱり 40% ぐらいの人たちはそう思ってるんですね。日本の国民有識者の中で 40% はでもそれでもまだ可能性があると思ってる。つまりさっき その日本の政治が非常に厳しい状況の中で、やっぱり日本の将来に対しても非常に皆さんがやっぱり深刻にやっぱり悩み始めてる。やっぱりこれは非常に重要だと思うんですね。で僕がやっぱりここの中で言いたいのは、どんなに厳しくてもですね、やっぱり日本の将来に向けてやっぱり課題解決をしていくんだと、日本の将来に対してやっぱり挑んでいくんだという意思がないとですね、この国はダメだと思うんですが、やっぱりその世界のメディアがそういうふうにいろんな議論をしているときに、何くそっていう声が全くありませんでしたよね。でそういう状況がね、やっぱり非常に僕は残念だと思いましたの でそういう結果がやっぱりこのアンケートに出てたわけです。で最後にこう政権交代についても聞いてみたんですがね、やっぱ民主党政権交代に対しては期待はあるんですが、民主党に対してはまだそこまでですね、空気が大きく動いてない。これもやはりですね、単なる二大政党でどっちがいいかということじゃなくて、多くの有権者有識者はですね、やっぱり政策を見ようとしてるんですね。日本の将来のに向けてのやっぱり激しい政策の競争、やっぱりそういうことがやっぱり僕たちは期待してるのに、そうなってないっていうことがね、やっぱりそのやっぱり日本の政治に対する認識をやっぱり作ってるわけですね。でこの結果っていうのは非常に 僕たちがこれから議論を作るために非常に示唆的だったんで、このテーマをベース、このアンケート結果をもとにね、今僕たちが進めているミニプログラスという議論の中で、日本の政治は誰が担う変えるんだというこの議論をね、作っていきたいと思ってます。ぜひ内容は私たちのホームページ見てください。ありがとうございます。